こんにちは。松戸市議会議員選挙に立候補しています石塚優です。松戸市議会議員選挙は石塚優にぜひ皆様方の一票をよろしくお願いいたします。で、今回この東条凜香さんの件です。私は今回3点問題点があると考えております。まず1つ目、こちらは国会議員も所属しているフェミニスト議員連盟、これが直接警察に削除要請をした点です。まさにこれ権力乱用、甚だしいです。まずは事前に運営している会社の方に問い合わせをして、しっかりと話し合いの場を設けるべき、私はそう考えております。そして2つ目、その後市民団体から公開質問状がフェミニスト対して出されました。それに対しても今現在で全く無回答のままです。無責任極まりない、説明責任を全く果たしていません。そして最後3点目、こういったフェミニスト議員連盟の応募が認められてしまうと、今後この松戸市で活動しているクリエイターや表現者の方々、こういった方々が萎縮をしてしまいます。表現の自由が間接的に侵害されてしまうんです。決して許されることではありません。なのでこの石塚優はこちら東条凜香さん、そして表現の自由を守るために引き続き戦ってまいります。ぜひ皆様方、石塚優に一票投じていただき、一緒に戦ってください。どうぞよろしくお願いいたします。